皆さんこんにちは。らしいよです。皆さんは人生の中で負けられない勝負をしたことはありますか？受験、部活の大会、会社でのプレゼンテーションなど、言われてみれば意外と経験しているのではないでしょうか。そんな危機を乗り切る条件はご存知の通り、努力、知恵、機転、運です。この4つが揃ったとき、絶対に負けられない勝負に勝つことができるのです。今回はその4つを兼ね備え、日本植民地化を企む国から我が国を守った東郷平八郎をご紹介します。東郷は1848年1月27日、鹿児島で薩摩藩士の息子として生まれます。若い頃から薩英戦争や戊辰戦争や日清戦争を経験した有能な軍人でした。活躍は戦いだけでなく、西郷隆盛の協力のもと、イギリスの海軍予備学校に留学し、近代海戦について学ぶなど、まさに文武両道といえる人物でした。そんな東郷がその力を惜しみなく発揮したのが日露戦争でした。この時代、ロシアは南下政策をとっており、凍らない港と肥沃な植民地を求めて日本を侵略しようとしていました。東郷はこの戦争に今までの実績や鋭い洞察力を買われ、日本連合艦隊総司令長官に任命され、ロシアの艦隊との戦闘を指揮することになりました。この頃のロシアは全てにおいて日本を上回っており、経済力8倍、兵力差10倍、海軍力3倍と、どう考えても日本に勝ち目はありませんでした。しかし負ければ植民地にされ、ロシアに吸収されてしまいます。日本はこの戦いに勝つしか道は残されていませんでした。1904年2月8日、強力な兵力を持つロシア相手に日露戦争が勃発します。当時、有色人種が白人国家に対して戦争を仕掛けるなどもってのほか、ロシアからすれば必ず勝てる戦でした。しかし日本も無策で戦争をしたわけではありません。日本の強みは連携と速さでした。このあたりは現在の日本にも言える特技でしょう。黄海海戦ではロシア艦隊に対して先制攻撃を仕掛け、港から出られないようにし、陸軍協力のもとにこれを撃破。まさに連携と速さを使った見事な作戦でした。東郷はこの日露戦争の中で起きた大きな海戦、日本海海戦でも連携と速さを使い、常識にとらわれない戦い方を用います。敵は当時世界最強と言われ、数々の戦争で功績を挙げてきた帝政ロシアの主力艦隊バルチック艦隊です。この戦いは日本にとって圧倒的に不利な状態で始まります。この時バルチック艦隊の目的は戦闘ではなく、ウラジオストクにたどり着くことでした。ウラジオストクに着けばロシアは補給路を確保することができ、長期戦を行うことができるようになります。そうなってしまうと国力差から日本の勝利は限りなく不可能になってしまいます。つまりバルチック艦隊は日本の防衛網を破って逃げてしまえば勝ちで、戦う必要すらなかったのです。バルチック艦隊がウラジオストクに入るには2つのルートがありました。1つは太平洋を通るルート、2つ目は対馬海峡を通るルートです。どちらから来るかは東郷は分かりません。2カ所に防衛網を張る作戦もありましたが、それでは戦力が分散してしまい、壊滅させることはできません。そこで東郷は考えました。バルチック艦隊は日英同盟の影響でイギリス領を通れず、大回りをさせられてきた後なので、航行距離が短い対馬ルートで来ると賭けたのです。そして1905年5月27日、賭けは見事に的中。偵察船ノーマルがバルチック艦隊を発見。東郷が大本営に電報を送り、敵艦隊ミユとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動。これを撃滅せんとす、本日天気晴天なれど波高しとの報告。そして東郷の乗る戦艦ミカサはゼット機を形容しました。ゼット機はスポーツ競技の応援や選挙、受験など負けられない勝負に挑む時、勝利を祈願して用いられる場合もあり、この場合は広告の後輩、この一戦にあり、各員一層奮励努力せよという意味がありました。こうして連合艦隊の士気が最高に高まった状態で、最終決戦日本海海戦が幕を開けました。バルチック艦隊はウラジオストクを目指し北上、対する連合艦隊は迎え撃つように南へ進みます。こうして近づき合った両艦隊の距離が1万メートル、
射程距離に入りますが、ここで予想できない動きをします。東郷はさらに敵に近づいていき、距離8000メートルになったところで全艦に左へ舵を切らせ、ミカサを先頭に敵艦の目の前で大回答150度の U ターンを行ったのです。もちろん船の回答には時間がかかり、その間照準も定まらず攻撃もできません。しかも回答点では敵艦からは狙い放題という悪条件もあります。しかし意表をつかれたバルチック艦隊は行動が遅れ、連合艦隊は数発被弾したものの全艦の回答を終えました。そのまま進み敵艦の進路を完全に封鎖、並走をし逃げれば良いだけのバルチック艦隊を先頭へと引きずり込みます。そしていよいよ日本の攻撃が始まります。連合艦隊はバルチック艦隊に向け一斉砲撃、これが後に定時戦法と呼ばれる必殺の戦術でした。日本の砲撃はロシアの機関を集中攻撃し、これを撃沈、命令系統が乱れたところを括弧撃破していきます。日本の強みはそれだけではありません。圧倒的な火力を誇った砲弾も驚異的でした。この砲弾は焼夷弾のような構造をしており、かすっただけでも敵艦の被害は甚大です。そして何よりも、日本の水兵たちの練度の高さもありました。バルチック艦隊が到着するまでの数ヶ月間、猛訓練を行い、指揮系統と連携力の点でバルチック艦隊とは雲泥の差でした。攻撃速度はバルチック艦隊の3倍速く装填でき、砲兵が倒れれば直ちに別の水兵が代わりに砲撃できたといいます。負傷兵の搬送や消火活動も迅速に行うことができ、上官が負傷した部下2名を担ぎ退避したという逸話も残っています。さらに全員が作戦をよく理解しており、不測の事態に対しても迅速に対応しました。そして翌日の10時53分、敵艦は機関停止の後降伏。38隻いたバルチック艦隊のうち、ウラジオストクに逃げ切ったのはたったの3隻のみでした。対する日本の被害は水雷艇3隻のみ、この結果は大勝利と言っても良いでしょう。バルチック艦隊の降伏後、日本は海に投げ出された敵の水兵を一人残さず救出。戦闘後捕虜になった者に対しても人道的な扱いをし、この行為は世界中から称賛されました。そしてこの海戦が決定打となり、ロシアは日本と講和、日本植民地化計画はここについえました。そして1934年5月30日、世界三大帝徳にまで数えられた東郷平八郎はこの世を去ります。86歳でした。以上、努力、知恵、機転、運の4つを兼ね備えた大帝徳東郷平八郎をご紹介しました。彼の活躍なくして現在の日本の世界的な立ち位置はありえなかったことでしょう。このチャンネルでは、明日誰かに話したくなる、そんなお話を投稿しています。面白かったら高評価、チャンネル登録を押していただけると幸いです。またベルマークも押していただけると新しい動画をチェックしやすくなります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。